はい、どうもこんにちは、ジェット大好きでございます、えー。たまにはね、エンタメの話をしたいなと思います。ちょっと <laughs>、久々に来たらすごいサイズが小さくて胸ポッチになってるけどもね。えっ、ー、とですね、ピカードですよ。<laughs> この格好を見たらお分かりでしょうけどもね、ピカードです。ほんと久々にこの制服着たからね、サイズが合ってなくてね、背中閉まらなかったっていうね <laughs>。 <laughs> ここも実は足りてないんだよね、ほとんどね。<laughs> あの、こう、ピカードマニューバーをこうやってしてるけどもね、全然下が足りてないです。<laughs> いやー、若い時と全然体型が変わりましたね。もうかなりライカっぷりをね、発揮してしまいましたけども。あの、ピカード、スタートレックピカード最終回を迎えます。3シーズンまでと言われておりますんで、これで本当に、 最終回ですね。明日金曜日配信されますけども、まあ分かんない人は置いてけぼりになります、この話は。ごめんなさいね。分かる人だけで話しましょう。<laughs> ピカードの最終回どうなるんだと。あのー、まあ前,前々回ぐらいの動画で僕は号泣しましたけども、<laughs> スタートレックピカードを見て <laughs>、 <laughs> なんでそこまで泣くのかとまあこんな服も持ってるぐらいですから、まあ、結構なファンですよファーストコンタクトとかはもういち早くアメリカで見ました僕は <laughs> あのですねえー、まあ関東とか東日本の方々まあ特に東京とかの方々は あまりスタートレック馴染みないと思うんですよね。放送がね、放送自体がそんなにされてなかったからね。あのー、九州、まあ、USS 九州なんていうね、有名なウェブサイトがありますけどもね。九州、それから、えー、関西ですね。どちらかというと西日本で放送されてたことが多かったそうです。まあ、僕自身も出身が富山なんですけども、まあ、富山では、 えー、覚えてる限りな、何回か再放送やってたらしくって、富山、金沢は結構いい時間帯にやってたんじゃないですかね。金沢なんか特に夕方の、えー、子供たちの時間 <laughs> みたいなところで <laughs> やってたこともあるみたいですけどもね。えー、僕は高校生の時に再放送やってるのを深夜に見てましたね。まあ、その当時でもすでに、あの、古、あ、何を見てたかっていうと、宇宙大作戦ですよ。 カーク船長の、いわゆる TOS ですね。ザ・オリジナルシリーズです。ジ・オリジナルシリーズ。あのー、まあ当時でも古かったですよ、フィルムが。<laughs> 見ててすごく <laughs>、すごく古いなと。まあウルトラマンとかと時代が被りますもんね。その頃の特撮ですもんね。いわゆる今の VFX ムービーではなくて、えー、テレビシリーズのちょっとチープな特撮。 の、えー、テレビシリーズだったわけですけどもねそこから、えー、88年に新しいスタートレックが誕生してですねまあそこ,まそこに至るまでも紆余曲折あるわけですよねザ・モーションピクチャーとか、えー、フェーズ2の企画が頓挫したりとかっていうのがありつつので、えー、カーク船長の映画が5作目までできたんだっけあの当時はでそっからのスタートレック88年 新スタートレック。いわゆる TNG ですね。The Next Generation。この制服のやつが、えー、スタートしたと。そっからだと思うんですよね、スタートレックっていうのは。今のベースになってるのが、我々のベースになってるのはそこですよね。TNG からだと思います。TNG にターンを発して、えー、TNG が人気だったので、スピンオフ、えー、TNG のシーズン5の時だっけ、えー、スピンオフができて、 DS9 ディープスペース9ですねえシスコ司令官初の黒人のえ黒人男性の主人公が出てきたということでこれも話題になりましたねスタートレックの根底にあるのはそういったえ人種とかね性別とかのそういった垣根を取っ払うっていうところもねえ結構ありますねあのーまあ TOS オリジナルの方で各船長が ウフーラとキスをする。黒人の士官と、女性士官とキスをするっていうのが話題になったということもありましたし、ブリッジ士官の中でソーダシュがヒカルスルーというね、日本版で言えばミスター加藤と呼ばれてる、その加藤さん。加藤さんがブリッジにいるっていうのはやっぱりね、日本人としてね、見てて誇らしかったですもんね。これなんか変な忍者とかじゃないんですよね。 日本人がハリウッドの作品に出てくるとかなと、なんか変な忍者とかばっかりじゃないですか。あの当時、あの当時っていうか、まあ僕が子供だった頃はね、そんなばっかり見てたからね。いや、まともなブリッジ士観として採用されてると、アジア人が。これはね、なかなか、あの、光るルスール、あの、やっぱりね、見てて誇らしかったですよね。で、映画版6作目では、エンタープライズよりも大きな、 エクセルシオールの館長になってるわけですからね。まあこれネタバレですけども、館長ですよ。で、エンタープライズを助けに来るというね、すごくいい役をやってるわけですよね。で、まあその映画版第6作目、これに関しては、えー、新スタートレック TNG が始まってからの映画ですよね。始まったと同時ぐらいの映画だっけな、えー。ここにウォーフのおじいさんの 弁護士が出てきたりとかね。えー、次につながるような、橋渡し的な、えー、内容になってますね。クリンゴンとの和解。みたいなね。まあ当然、新スタートレックはね、そういう意味で、連邦とクリンゴンがね、協力体制にある。同盟関係にある。これはやっぱりね、敵、敵同士が、敵対してた者同士が同盟関係にあるってことでね、すごく、 衝撃的でしたよね。新しい時代が来たんだなあっていうのを感じました。あとね、始まった当初、番組が始まった当初はですね、あの、ワンピース、ちょっとスカートみたいな感じのを履いてる男性の乗組員が結構いたんですよね。後々見られなくなったけども、当初はそういう感じの人がいた。うん。まあ、それが、えー、何を意味するかっていうのは深くね、 描かれてはないけどもまあ異性奏者みたいな感じもちょっと取り入れてみたんじゃないかなという気はしましたね。今あのー、最近の「スター・トレック」だとそうだねディスカバリー。ディスカバリーなんかは普通にあの LGBTQ の人がいるいて当たり前っていうか 比率で言ったらものすごい比率がいるのね。あのブリッジ、ブリッジというかあの船には。えー、まあ、それぐらい出てくるという、いろんな、いろんな多様性を持った人たちが出てくる。もう本当にね、それは、ね、宇宙、宇宙以前なのよね。宇宙にもいろんな種族がいるんだよということをえら描くんだけど、我々地球人にも 我々連邦にもいろんな多様性を持った人たちがいるっていう、まあそういう描き方を常にしてるなと思いますね。で、まあその、ピカード館長の TNG 新スタートレックに関しては、まあ当初ね、あの、日本では声優さんがちょっと違いましたけどもね、え、後に麦人さんに変わりまして今の、今もうちょっとなんか積極サいんだよね、麦人さんのね <laughs>。好きだけど、 好きだけど、なんか、元のパトリック・スチュワートの声よりも、ちょっとジジイなのよ。<laughs> 声が。<laughs> 好きなんだけどね。もう慣れちゃってるから、もうあれじゃないと困るんだけど。まあなんかね、あのー、信頼がおける館長としては、日本の吹き替え版の方が、なんか、より年長者みたいな感じの印象を受けるかな。 ちょっとね、パトリックスチュアートも,もうちょい渋いんですよね。あのー、もうちょいアクティブというかか,かっ、こいいのよ。かっこいいの。シェイクスピア俳優だからね。うん。まあ、その館長が、えー、みんなの、えー、信頼をね、信頼をう受けてきた第3シーズンだっけ、あれ。第3シーズン、第4シーズンのブリッジになるところで、えー、 クリフハンガー。前後編のね、エピソード、クリフハンガーって言うんですけど、これが、大変なことが起きるわけですよね。防具。防具にさらわれてしまうと。で、改造されてしまうと。ま、ここに端を発するわけですよ、大体が。大体のことが。で、でもちょっと考えてみたら、えー、まず、 新スタートレックというもの自体が、どこから始まってるかっていうと、ファーポイント基地の、ファーポイント基地ともう一つ、9、9が出てくるっていうのがありましたね。えー、まあ、ファーポイント基地に関してはまあ、それはそれでありましたけども、9、9ですよ。新スタートレックに関しては第1話が9で、 最終回、第7シーズン最終回も九で締めた。九に始まり、九で終わってる。そういう話なんですね。で、もう一つ忘れてはいけないのが、防具は、防具は、九によって巡り合わされたんですよ。九がいたから、防具と遭遇した。初、初遭遇した。 いや、Q がいなくても遭遇しただろうとは言われてますけども Q がいたからエンタープライズが遭遇することになってそれにより防具が攻めてくる時間が早まったんじゃないかとまあそういう風に言われたりもしましたねまあとにかくねあボタン押しちゃった <laughs> 転送 オブライエン、転送。一名転送。あのね、えー、だから Q、ピカードにおいても、Q がもっかい出てきそうな気がするんですよね。えー、ピカ、スタートレック、ピカードの第1シーズンを思い出してください。第1シーズンの第1話、冒頭で、ピカードとデータ、ポーカーをやってますね。 ポーカーでデータが出したのが9の4カードなんですよ。確か。え ?4 カードだっけまあとにかく全部9だったよねカードがね。って考えるとこれは9の物語なんじゃないかなと。「スター・トレック・ピカード」も9に始まって9に終わらないといけないような気がするんですね。で そのピカードシーズン1って Q は出てきてないんですよ。不思議でしょ ?Q は一切出てきてないのに、そのポーカーの時は Q、Q っていうのが暗示的に出てくるわけですよね。 暗示的にそれが出てきた物語なのに第1シーズンは一切 Q の姿がないんだけど実は何か Q のコントロールがあったんじゃないかなという勘ぐりはね当然できてしまいますで第2シーズンであからさまに Q が出てきた第2シーズンで Q が出てくるんだけど これがですね、このまた終わり、終わり方が、9はまあ病気だと。9は病気なのかというのがね、ありましたけどもね。おそらく9は死ぬんじゃないですかね。あの9はね。あの9は死ぬ死を悟ってるんじゃないかなという気がするんですよ。で、 後継者を指名しなきゃいけないんですよね。そうなるとね。ピカードでしょ。ピカードしかいないと思うの。だから、えー、ほったらかしにされてることがいくつかありまして、えー、ジュラティさんはどうなったの <laughs> ジュラティさんは、えー、あそこにとどまるということを言ったような気がしますけども、あの、 まあ今また防具が絡んできてるのに大きく防具が絡んできてるのにジュラティがジュラティ本来だったらねその今橋渡しをしなきゃいけない役割だと思いますよだからまあせめて最後に出てくるんじゃないですかねまあ僕の予想ではあの防,具に防具になってしまったえシドニーとかね うん、そういう若い人たちを、あの、また再、再動化によってなんか人間に戻すみたいな、そんなことをやるんじゃないかなという気がしますね。まあ、そ,それをジュラティが役割を受け持つんじゃないかなという気がしますけどもね。あとはなんだろうな、出てきてない要素としては、バークレーバークレー対、あのー、 ホロデッキのね、ホロデッキの大好きなバークレーと、ドクター・ポラスキはまあ、あの、名前だけね、USS ・ポラスキーっていうのが出てきましたよね、船の名前でね。えー、あとは誰だ誰が出てきてないんだでもそんなもんか。ラフォージの奥さんはリア・ブラームスかもしれない <laughs> というのがあるけども、えー、それから、 あと誰だろうまあ今シーズン3シーズン目で重だった人たちは死にましたからね <laughs> 重だったサブキャラは <laughs> まあまあ死にましたからねやータイーもね、えー、ホログラムで出てきましたしうーんどうなんのかなまあとにかく僕の予想では九なんですよ ピカードが Q を受け継ぐんじゃないかなという気がするんですね。あるいはジャック。ジャックが Q になることを皆が許容するかどうかみたいな。うーん。可変種についてはまあまあまあどうでもいいよね。<laughs> <laughs> 可変種についてかませ犬だったね、あれね。えっと、あの可変種に命令を下してたのがおそらく防具ってことになるんですかね。こう、手首をピューってやったらね、こう、ピューってなんか出てきて、骸骨みたいなのが出てきて命令をしてましたけどもね。骸骨って、あ,あ、ドクロベイだね。ドクロベイみたいなもんだね、あれね。滝口淳平の声でやってほしかったな、生きてたら。でも滝口淳平の声は、 あっちだもんね <laughs> えー、皆さんの予想はどうですかあとあと半日半日ぐらいすると配信されますけども金曜の朝9時半でしたっけいやー楽しみだなどうなるんだろうなでも僕はとにかくあの9、ー、です がどうにかすするとと思ってますあとジェイン・ウェイはね演じてるケイト・マルグルーって今スタートリプのアニメーションの方の声優はやってるみたいですけどもね「オレンジ・ズ・ザ・ニュー・ブラック」ってネットフリックスのドラマありますけどもねそこで結構いい役。 あのまあ、そこでもやっぱりみんなのまとめ役みたいな感じをやってたりするわけですけどもまあ結構なビジュアルは見た目はもうあの当時とも全然変わってるんで印象がもうガラッと変わってしまいますよね。ジェインウェイイウというよりはもう「オレンジ・ザ・ニュー・ブラック」のイメージも 強くなってるからな出てくるか出てこないかといえば出てこないんじゃないかなという気はするんですけどもねウェスリーは何してんだウェスリーは前のシーズンでちょろっと出てきたけどもね まああれは声優さんの演技がやっぱ素晴らしいね。あの当時のまんまのイントネーションでやってたね、メスリーはね。あれ良かったなまあそんなこんなでね、あのー、新スタートレックの過去の関連エピソードとかね、えー、映画版とか結構見直してたりしますね。例えばファーストコンタクトを見てて思ったのは、ウォーフが出てくるたびに、 あのクリンゴンの BGM が流れるんですよね。あ、ここだったかと。もうここですでにこういうことをやってたから、ピカードのシーズン3で、それを踏襲してんだなっていうのは思いましたね。うん。まあでもやりすぎ。<laughs> ウォーフ、もともとウォーフの曲じゃないからね、あれね。もともとウォーフの曲じゃないんで、あそこで使いすぎるとなんか、えー、ちょっと飽きてくるなーっていうのありましたけどもね。 あと、もう一回、その、ジェネレーションズでエンタープライズ号が墜落していくのを見たけどもね、不時着するのを見たけどもね、ありゃ修復できないよ <laughs>。どんだけラフォージがスーパーエンジニアでも、あんなものコツコツとかじゃないレベルで修復になるよね。 やり直しレベルですよあんなものまあちょっとねそれも含めてね、えー、前回は先週はね涙ものでしたけどもね本当にもう次次で終わり次の最終回で終わりってことはもうこの88年から脈々と続くまあ僕は92年ぐらいから見てたんですけどもだから30年ですよ30年ちょい。 あのー、自分の人生で30年ちょいしかも青春の一番いいところ1819ぐらいからのそこがねいよいよ終了するんです僕の人生の一番いいところからの30年ぐらいがもうパッとと明日いよいよ終わるわけですねどうしよう この後何を、何を糧にして生きていけばいいんですかね。ねえ。いやまあとにかく楽しみにしましょう。皆さんの予想をぜひね、コメントしてください。はい。お待ちしております。それでは明日。明日。